おはようございます。入荷速報です、本日の大物からいきます。はい、 0.4 のヒラメで、これは1キロあります。まあまあの肉厚ですね。はい、そして浜笛吹き、笛吹き台ですね、 2.2 キロです。で続きましてが1キロのメジナです。これも結構につく肉厚です。はい、そして中物糸引きと、ちょっと季節外れなんで状態はあまり良くないですね。カレーが2枚です。はい、そしてマアジですね。はい、こんな感じでピッカピカです。まだ全然閉まってません。はい、で続きまして、やっとうっすらと見えてきましたね。またタチウオが、今年は本当にタチウオは大不良です。まあ細い紐立ちもあれば指3本切る、こんな感じですね。これはキビレって言って、これが黒立ちです。こっちがキビレですね。はい、どちらかといったらこのキビレっていうのがあのドラゴンになるやつですね。はい、で続きまして、は小一ニベの子ですね。今の時期よく取れます、このニベもですね。まあ大体年間としては取れてます。はい、以上が中物です。続きまして小物です。これは水イカの赤ちゃんたちですね。新小物です。僕はもう大好きですね。これお刺身で食べると薄いですけど本当になんか甘みがあると思います。はい、そして今年はこれも本当に遅れましたね。水がますですね。はい、これそのまんま塩焼きにして食べると美味しいです。そして、定番の豆味ですね。これもピッカピカです。もう今量があんまり合ってませんので、鱗はまだバチバチついてるような新鮮な感じですね。はい、それからニザダイですね。そしてチヌで、糸引きの赤ちゃん。はい、でこれはグチですね。ニベではございません。これはグチです。はい、以上で小物は終わりです。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。